こんにちは。インターン生の水野照明です。前回まではオーソドックスな昔からあるようなボードゲームを紹介してきましたが、今日から何回かにわたってボードゲーム屋さんに並んでいてドイツなどで盛んに遊ばれているボードゲームの、大人数でも遊べるけど2人でも遊んで楽しめる、そんなボードゲームを紹介していきたいと思います。最近だと芸能人も遊んでいるとかで結構テレビに取り上げられる機会も多くなったボードゲーム、菅田将暉さんも趣味で遊んでいるとか遊んでないとか。ボードゲーム屋さんに並んでいるもの、皆さんはどのようなものを想像しますか？少しはボードゲームを友達とやったことあるよって人ならば、ワードバスケット、カードでしりとりをするゲームなんですけど、それとかなんじゃもんじゃ、自分と相手のつけた名前で、を覚えて当てるゲームとか、そんなゲームをやったことあるんじゃないかなって思うんですけど、そのようなボードゲームを今回から紹介していきたいと思っています。ボードゲームにちょっと興味があるけど、ボードゲーム屋さんもしくはヨドバシカメラのおもちゃコーナーなどにずらっと並ばれてて、なんだかよくわからないしちょっと手が出しづらいという人の参考になればと思っています。今回紹介するのはラマ、メビウスゲームより1500円ぐらい。簡単に説明すると言い方は悪いんですけど、単純なゲームです。トランプのゲームで近いものといえばスペードとかですかね。あんな感じでターン制のゲームになります。こちらカードゲームで入っているカードは1から6の数字のカードと、ラマのカードが各8枚ずつ入っています。ラマのカードってとなるかもしれませんが、深く考えてはいけません。ただ最上位の7番目のカードだと今は思っていただければ大丈夫です。ゲームの始まりはまず全てのカードをシャッフルし、全員、2人を想定しているんですけど、これは6人まで遊びます。にカードを6枚ずつ配ります。残ったカードを、山札として全員の取りやすい位置に配置したら、一番上をめくって山札の隣に置きます。そこが捨て札になりますね。全員の中で一番若い人から順番に時計回りで出番が回ります。この決め方はじゃんけんでも大丈夫です。手番が回ってきたら、まず山札の隣に置かれた、カードと同じカードもしくは1個上のカードをその上に重ねます。例えば一番上が1だった場合、1か2、5だった場合5か6、ここでもしも6だったら、6かラマが出せます。点数計算時にラマは特別な計算になりますが、現状は7の代用品だと思っていただいて構いません。そしてラマだった場合、ラマか数字が戻って1を出すことができます。このように手札を消費する以外に山札を引くか、このゲームを現時点で降りるという選択肢をすることができます。その中の1つを選び、行ったら次の人に出番が回ります。ラウンド制で1ラウンド終わる条件としては、全員が降りてしまった場合、もしくは1人誰かが手札のカードをすべてなくした場合に1ラウンドが終了します。もしも自分以外全員降りてしまって、場合は山札は引くことはできないんですけど、連続してカードを出すことができます。このようにして1ラウンド終了したら点数計算に移ります。基本は自分の持っている種類で点数を計算するので、1だったらマイナス1点、5だったらマイナス5点みたいに点数計算をし、ラマの場合は特別マイナス10点になります。自分の持っている手札の中で重複するカード、例えば1を8枚持っていても、点数計算時にはどの種類を持っているかで点数計算が行われるため、8枚持っていたとしても、得点はマイナス1点のみになります。合計点を計算し、カードと一緒に同梱されていたチップを合計点だけ振り分けます。マイナス3点だった場合、白のチップを3枚、マイナス12点だった場合、黒のチップを1枚と、
白のチップを2枚、黒のチップがマイナス10点分になります。白のチップはマイナス1点分です。ここでポイントになります。すべてのカードを出し切れた人は、自分の持っている、チップを1枚捨てることができます。この場合、白のチップを捨ててもいいし、黒のチップを捨ててもいいので、黒のチップを持っていた場合には、一気に大逆転なんか狙えちゃうかもしれません。そして、点数はそのまま、次のラウンドに移行します。そのラウンドを繰り返していって、マイナス40点以上取ってしまった、なんて人が現れたら、そこでゲーム終了です。一番マイナス点が少なかった人の勝利となります。ゲーム内容はこのような感じなのですが、一つゲームに勝つコツとして、どのタイミングで降りるかが重要になってきたりします。全部出し切ろう、出し切ろうと躍起になって、山札を引いたらラマだったなんてことがザラにあるので、山札を引くのは計画的に。いかがだったでしょうか。このようなラマみたいなカード系のボードゲームはわりかし安い、まあボードゲームの中では安いっていうんで1500円ちょっと高いかもしれないんですけど、まあそれで手に入るので、まあおすすめです。ラマはパッケージもとってもチャーミングで、お部屋のインテリアになるかもしれません。僕はボードゲーム積んでますけど、次回も同じように2人でも遊べるタイプのボードゲーム、そうですね、ちょっと大きいものを紹介したいと思います。この動画が気に入ったらいいねと、チャンネル登録をお願いします。それではまた明日。